おはようございます。今週も始まりました、ウイチと光の日の丸放送 STC です。よいしょ。さあ本日船橋市、はい、市にございます。はい、なぜ強調するか、船橋区はないです。あ、船橋市4が2つになってますね。くしくも、はいはいはい、船橋市にございます。パチーの日の船橋店さんにお邪魔しての私、はい、チャレンジャー後半戦、後半戦待っております。ということでございますね。朝日35番で入りましての、はい、モンハンがまさかあんなに空いてるとは、うん、その中であえて、まあ、とりあえず祭り4とか、うん、いいや取っとけ、はいはい、結構悩んでたよね先週のオープニング。いやかなり空いてたんで、うんうん、まあなんだこれと思ってびっくりしちゃって、うん、とりあえず座ったら投資がわずか、2丁で、ビッグ引いて、白白赤かな、で負け引いたら当たってみたいな。でラージャンも途中で中断チェリー引きまして、中断チェリー引いたのが、うん、まさかのラージャンで、フリーズいきなりじゃない、中断チェリーで次のゲーム狙ったら揃う。あれも大体カスビッグなんですよねって、うんうん、で白白赤が一番カスなんはずなんですよ、うん、まあ経験上ですけど、うん、白白赤なんですよねって白白テンパらして、うん、念のため白狙ってきます。うまいこと揃っちゃった。フリーズなしで白あるんだ。ありますよ。はあ、初めて。あれ何分の1ラージャン、そういうのは知らないです。ねえ知らないよね。俺も8000か16かどっちかだよ。出てないでしょ。出てんの。合算で32000。知ってた。でも鍋さんよく32000なんだ。そんな鍋さんのアドバイスを受けられないっていうハンデですよね。先週見た方ね、ご存知の通り大失態、はい、私が間違えて ST ペーパー、略して STP をですね、鍋さんにちょっと見してしまいましてなんで今回残念ながらもう鍋さんパチスロ打てないんですよね。朝から残念ながらどころではないですよね、うん、だから見ちゃったおかげで俺もこうだと思うんですけど、はい、鍋さんどう思いますっていうのができない、そうそうそう、いつものディスカッションができないというね、はい、一人もう本当の一人舞台というか、孤立状態させられて、孤立無縁状態でございますよ。いわゆる四面楚歌です。四面楚歌の割には一番なんかこう島でもいい感じで、運よくですね、うん、まあ、引きも手伝っての一箱という、はい、でもう飲まれ始めてますから。あ、本当に下皿がっちりあったのがもう半分ぐらいだった。あ、本当下皿まだ全然じゃんがっちりが半分って。いやいやでもああ、うん、そういうことね。勝ってる額をすごく低く言う人、いやいやいや、いるよね。そんなあなたの周りにもいませんか。いや全然だよとか言ってレシート何枚も持ってさ、そういうやつ俺大嫌い。大嫌い俺そういう、あの勉強してこなかったっつって90点以上取るやつ、うん、そう昔ね14年ぐらい前かな、巨人の星の初代が出る前ぐらいの時一緒に打ち行ってたら、ね、いやー内池さんダメですわ、ニヤニヤしながらレシートピャッて渡して、あー これだけなんだ、投資これで負けてんだっつって、ピャッピャッ6枚出したんだよこの人。俺はっきり覚えてる、高島平の店でチムドンとか売ってた頃、ね、あの頃チムドンドンっていうね、やってんだよこの人。そういうことを1回だけ覚えて、俺ははっきり覚えてるのがあの日のこと。積極的だった、うん、何がやりたいんだよこの人。後半戦スタートでーす、はい、スタートでーす。後半戦なんですけど、その前にざーっともう1回だけ島眺めてみたら、末尾7はねどうやらあるっぽいで、その他考えると9と4もなんかありそうな気がするんで、一応まあかすってるはかすってる。でも9、7、4って9は何なんだろう。結局こうなるんだよな。あ、でもこの箱結構でかいかも。よし、よいしょ、まずまあ頼むよ。
とあるか、ちょっとだけあるか。おお、やった、やったやった。ああもういいよいいよ、何でもいいよ。今日チェリーが弾けない日だな、なんか。お、紫肉、俺初めて見たんだけど。なんだこれ。あー、チャンス目か。初めて見たんだ。弾いたね、弾いたね、これ。完全当たってるよ。これ大丈夫だよ。ビーチメガで、あ、すげえ飛んでる。飛ぶんだね、この子。びっくりしちゃったよ。お、チャンス目。バー揃え、バー下段に押してみよう。ダメだよね。全く先が見えなくなってまいりました。何も起こらない。ちょっとダメだね、何にも起こらない。エヴァは57、左から2番目、4番目。もしかしたら本当に船橋あるかもしれない。ここ一箱出てたんだもんね。台なんじゃないかという気すらしてきました。こんにちは、そのものです。ウイチさんを応援に来たよ。僕ウイチさんを応援に来ました。さあ、応援が必要かどうかっていうね、そのあたりです。今大事なとこだ、大事なとこだ。多分
か今は。申し訳ないですけど、はい、ガン釣りしてたんです。え、猫も連れてきたんですけど、これはモザイクですかね、やっぱこれはモザイク、これはモザイクなんでやめてください。もうそういうのはやめてください。これ危ないんで、キャラ的に危ないんで。じゃあまだ応援はいいということで。全然いらない。あ、そうです。え、もういるじゃん、ほら、もうやばい、もうすぐスンってやめられるんで。わかりました、わかりました。はい、では応援はいらないって言われたんで戻りましょう。はい、というわけでね、徳さん応援いらない割には飲まれてますね。逆に隣が出てますけれども、本日、モンハン角は両方とも最低設定です。その他前代新山荘祭りなんですけれどもね、こんなもんなのかな、こんなもんなのかな、モンハンの椿山って。あのね、あの出てる台、3箱出てる台、ああいう感じがほぼ前代になると思ったんですよね、俺。甘かったな。失敗です。今回のミニ企画というか実験企画、実験 ST 失敗。ごめん、ほんとごめんね、みんな。引いた。さあ盛り上がってまいりました。ナイスポコピン。ああ見たことない。いいぞいいぞ、いよいよ突破口が早いよ。だからもう麒麟、先制攻撃。おい避けろ。うわー頑張れー、ダハー復活、助けて。うわー、しかしまだクエストがついてますよ、これまだあります。まだあります。すげーの来てんじゃん、もう。勝てるのかこれ。おお避けた。さあもう一回攻撃しよう。せーの、ドン。おい
避ける。あーもう助けてお願い。なんか強い敵ひたすら戦ってますけど、いやというか弱いのですら勝ててないもんね。始めますか最終奥義。一応言っておきますけど、モンハン5の5で勝ちですからね。101枚からプラスだから。ただラチが開かない、ここでやめてもしょぼしょぼならぶちかまそうぜという、そういうあれですから。はいどうも、おっきいです。さあというわけで、そろそろ応援が本当に欲しいかなっていうね、そういう頃合いだと思うんですけれども、ドッカーン。さあ来た、そろそろ応援じゃないですかこれ。ここじゃあいただいておきましょうか。はいはいはい、わっしょい、わっしょい、もっとちょうだい、もっとはい、もっとちょうだい。ウィッシャー頑張れ、ウィッシャー頑張れ、あー来た、ウィッシャー頑張れ。あーこれ、これ本当にそうじゃん。頑張れ頑張れ、うん1、頑張れ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 。さあもっと、もっと、もっと激しく、頑張れ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 、うん1、わあすごい、頑張れ頑張れ。はい、もっとちょうだい、もっと、わあすごいすごい、本当にすごい。ウィンちゃん頑張れ、ウィンちゃん頑張れ、ウィンちゃん頑張れ。はい、もう帰ってよし、帰ってよし、解散。はい、はい、すいませんでした、失礼しました、失礼します。北斗が、ああもう開いてんだよね。ゴッドはやっと出始めた感じですかね。ゴッドはやっと出始めておりますけれども、ああごめんね、ごめんね、本当。なんか鍋さんがね、そうだもう一つ、鍋さんがね、海で当てたのね、核変、多分核変だと思うんですけど、2箱あったんですけど、でちょっとね、ハンニャが小ハンニャ、チビハンニャぐらいになったんですけど、今また大ハンニャに戻りつつあるっていうね。もし鍋さんの横にこれ持って、これ持って応援とか行ったらぶん殴られるよ多分。下手したら殺されるまであるんでね、もうこっそりこっそり戻りましょう。危ない、鍋さんが見てる、やばい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 、今カメラがファッてこう振ろうとしたんですけど怖いでやめました。え、やめました、やめておきましょう。あんまりにも悔しいから101枚数えてキープしていいですか。さあ私頭上に103枚キープいたしました。これで、まあ、下皿の分全部飲まれたら終了。勢いでいきますよ。はい、来たー。はい、なんかね、久しぶりすぎて自分のテンポがつかめてない。
この辺でやめですね。何にも起こんなかった。さあ、とっぷり日も暮れてまいりました長丁場の実戦、お疲れ様でした。ありがとうございました。あの最初に言っておきます、すいませんでした。え、はい、一度礼、まあ、先に謝って、ね、俺に、いろいろ、いろいろ謝ってます。はい、はい、というわけでございまして、はい、チャレンジャーウィッチさん、はい、どうでした結果は。投資2000円、はい、2000円、回収108枚プラスジュース1本。え、マジでプラスジュース1本。マジで、ザマミロ、マジでなら流したのプラスジュース1本です。後半戦、はい、全くいいところがなくなり、うん、なくなり減ってたよね。すっごい強そうな人とばっかり戦うん、まあ、戦いは起こるんですよ、はい、クエストは、はあ、当たったらでかいってパターンっていうのばっかり で全然勝てなくて、1回も ERT 入ってないですよ後半。後半俺も1回も当たってないし、リーチもあの取ってないんですよ。あのね、ダメだと思うんですよ今週。これ多分30分番組、番組の今この瞬間12分ぐらいか。そう、俺も思ったの。今ね、12、3分だと思うんですね、これね。みんな見てて、もうエンディング、そう、実戦終了みたいなね。そんなですか。というわけでね、何から話しましょう。ゆっくり話していいですよ、今日は。いや、もう全てが分かりました。はい、分かりました、はい、どうぞ。裏の裏を書いて、はい、今日、店内全部の船橋でした、はい、2784。あ、松尾。間違いない、間違いない、間違いないっていうこと。完全に分かりました。はい、違う。いや、まあね、もう簡単に言いますと、本日ないんですよ。何がですか。あれが、まずまずあれがないんです。またやった、やった、はい、はい、もう何ヶ月かに1回の実験でございます。すいません、マキシがありません。プリースなし、はい、はい、そしてやりやがった、はい、やった、はい、もうダイナミックもないんです今日。はいはい、はい、ないんですか。はい、ないんです、ゼロなんです。ただの一段に、はい、その代わり大椿山荘祭りというのを開催しまして、はいはい、至る所主要機種に関してはもう2台移動すればもうどっちか当たるだろうみたいな、うんうん、そんな感じにしまして、もちろんね正解ですよ、あなたも。あの4っていうのが当たったってことですね。もう同正解です。角以外全部です、モンハンは。角、両角はもうあぶねー、これですよ。やっぱ吸い込まれそうになったんですけど、はいはい、待てよ、いっぱい空いてるぞ、ダイバー見よう、うん、はい、ってなって、でその後に気づいたんですけど、うん、両サイドは埋まってたんです。あ、はい、今回なんでそういうことをしたかっていうとですね、前回のもう今から1ヶ月ぐらい前ですわ、皆さんからすると、僕が SDC の時に椿山荘がものすごい出たんですね。ダイナミックもマキシよりも特に番長だったね、すごく出てたんで、これはあの皆さんが打てばものすごい出玉になるんじゃないかなって思ったんですよ、うんうん、こんだけ入れれば。すいません、やっぱ椿山荘は椿山荘でした。やっぱね、ダイナミックとマキシにはかなわないのかなっていうふうに思いました。マジなんすか。はい、どうしますかこれ。チュン、はい、相撲どこに、どうしますか。チュン、はい、瓶、缶、大きい陶の陶器、現金ね。あ、なるほど、もうゴミですよ。ゴミってことですね。瓶缶大きいですよ、今回の。はい、僕はゴミです。はい、もうゴミで結構でございます。完全にもう大きいですよ、ね、はい、あ、もうその通りでございます。本当にその通りです。すいません、やられた、もうやられた。でもあなたお勝ちになられた、お勝ちになられた。当たり前です、当たり前。いや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 、はい、椿山であるということは、はい、もう分かった、自分の台が、台が、いや、なんとなく隣にすげえ出始めたでしょう、途中で。出ましたね。あれはどう思ったの。いや、だから読みとして分からなくなった、はい、で、今回は大椿山荘祭りですから、はい、
椿山荘が椿山なんです。要するに椿山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 っていう一つの並びがブロックであったり縦であったり横であったりっていうのが縦横無尽に駆け巡っておりまして、ほうほうほう、でもダブル椿山とかも全然あるからね、まあモンハンも8台並び、そうそうそう、番長とかもね、そうなんですよ。だからもっともうボッコボコだと思ったんですけど、多分ねこれからだと思います。なぜならこの時間だから。もうマジこれからこれから伸びると思うんです、打ってる方たちは。この時間にまだ、うん、まだこんな時間だから、うん、この時間だから言わないですよ、言えない時間ですから。これ今ちょうどチンジ、チンジチンジ平成のチンジということで、まあ、まあ、これチンジチンジダイナミック前みたいな感じなんですけど、え、黒ひげは黒ひげはまあ椿山ブロックに入ってます、ね、もちろん両隣もそうだし、もう一個サムスピかな、もちろんバラエティも入れてます、うん、ありますよね、4でございますね。まあ僕もまあちょっとあんま綺麗じゃない感じで終わりました。いかほど、え、綺麗じゃないっていうの、まあ3丸ですね、第3枚ジャスティン全です、まあ、もう一人こう小般若から般若に戻った方がおられましてね海で当てた時は温和な菩薩みたいな顔になっておりまして、おお当たったんすかみたいな、そっからもうジャキーンっていうの、あのガロみたいな感じの般若の目にこういう感じでそうそうそうなった方が、まあ、よだれだー出ましたけど大丈夫ですか。イニシャル W ね、まあまあどれぐらいかは僕はもう怖くて聞けない。いや、え、 10? ゴーゴーランプですね、びっくりしました。僕ももう帰りの車がどうなることかとね思ったんですけど、ゴーゴーということで、いやもう軽点突き抜けて転倒したことそうですよ、ね、着地できなくて、着地できなかった。まあそんな感じで本当すいませんでした。この人ね、そのうち前代2とかやると店内全部2です危ねえよ本当。まあ大椿山荘祭り撃沈ということでね、失敗に終わったんですか。僕の中では失敗でしたね。ああ、そうです。もっとあのわっしょいわっしょいってなるはずだったんで、多分ですけど、うん、ずっとそれやってたら、うん、とんでもない日もあって、あ、日も、うん、あるんだろうね。で今日みたいに、はい、今日は多分無難だと思う、うん、まあ、無難な日だよね。でダメダメな日もあると、うんうんうん、分かります分かります。まあまあこれに懲りずにというか、これにめげずに皆さんぜひご来店いただきたいと思いますけどもねどうやってこれ編集されるんでしょうね。なべさんのこれこそもいや当たりはフルに腕の見せ使われるんです、はい、間延びした番組にならないことを祈りつつ、次週またお会いしたいと思います、はい、それではありがとうございました。失礼します。すいませんでした。ごきげんよう。すいませんでした。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週月曜配信、ゼニゲバ。毎週火曜配信、嵐の松本。毎週水曜配信、逆転作。毎週木曜配信、魚拓ならせの土とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイト7TV。